事長のね、虎舞とはまた同じ虎舞でも全然趣が違ってましたね。あのここ八戸にもいくつか虎舞がありますけれども、やっぱり八戸の虎舞もそれぞれ個性があるんですよね。たくさんの三陸ね、虎舞伝わってますけれども、まあ、ここもね違う沿岸に富む虎舞ですね。まあ、沿岸にやはりこの虎舞というものが多くあると思います。あの熊本の方にもあるらしいですし、それから神奈川県の三浦半島とかずっと太平洋側をこう通じて虎舞の方もあるらしいですが、やっぱりちょっとお囃子が西っぽい感じ、なんとなくね、東北っていう感じじゃない、ね、感じもするなと思いますけども、どうしてこの日本に虎がいたのかなと、まあ、虎舞があるのかなっていうのが ね、ちょっと不思議に。虎といえばね、中国っていう、ね、そうそうそう感じですけども、まあ、どうやらその、まあ、中国の、古事とかですね、そういった関係するものが、この三陸の虎舞の中には入り込んでいるということらしくて、今日台湾の皆さんもいらしてますけれども、まあ、台湾とそれから日本人のちょうどハーフの丁成功という台湾でスーパースターがいたんですが、その人の話などを元にしてこのトラマイが作られたという話もありますね。和東内、和東内と、そうですね、丁成功イコール和東内という感じなんですけど、ね、八戸三社大社の出汁にも和東内ね、トラと一緒にいつも必ずと言っていいほど登場してるんじゃないですか、ね、出てきますね。はい、はい、さて、今演技いただいた釜石市の宇野住まいというと、東日本大震災で本当に壊滅的な被害を受けたと知られていますよね。そうですね、まあ、虎舞の道具とかそれから稽古場ですよね、物を置いていた場所とか、もちろんご自宅とかもそうですけども、まあ、そのほとんどの会のほとんどがですね、まあ、ご家族であったりご自宅を失った中で、虎舞日本住まいのトラマイの、まあ、大津のトラマイのですね、存続が危ぶまれたところです。まあ、でもそれでも神社のお祭りの時には、まあ、この交流のあるいろんな団体さん、近くにある団体さんから、物を借りたり、衣装ですね、装束とかを借りながらトラマイを奉納したというふうにお聞きしております。三陸沿岸の本当に あちこちの集落で、そのもう生きるためのすべて、もうこの芸能のことだけではなくて、本当に仕事場であるとか、もちろん自宅、それを、失われた方が、ね、たくさんいらっしゃいます。その変わり果てた町をの光景を、ね、前にして、郷土芸能団体の皆さんはなかなかそのすぐには歌ったり踊ったり太鼓を鳴らすとかそういうことなんかね、とてもできないっていうふうに、ね、おっしゃってましたよね。ね、まあ、そういうふうに、まあ、言いながらも、やはり周りにこれだけの芸能があったりお祭りがあったということを、まあ、記憶に残しながら、すぐにあそこに声をかけたらもしかしてできるんじゃないかという希望は捨ててなかった。そうですね、またさっきね、4月にはもうすでに踊っていたというふうに言われましたけれども、その地域の若い人たち、その芸能を継承してきた皆さんがその踊っているのを見て、本当に集落の皆さんが涙を流されてね、前に向こうという気持ちになったということもあちこちで見に来てきました。さて演技を終えた、2団体の皆さんにもう一度ここに登場していただいてトークをしてみたいと思います。どうぞ前の方に、お越しください。大津町虎舞協議会の皆さん、どうぞ。じゃあ会長さん、ぜひ真ん中にお座りいただきまして、それから演じた皆さん後ろに立っていただいて、宇野住まいの皆さんもどうぞお入りください。じゃあ、こちら菊池会長真ん中にどうぞお願いいたします。なかなかね、釜石と大津市の虎舞一堂に会することってそうそうないですかね。ないですよね。ないですよね。はい、見ててもお分かりになられると思いますけれども、やはりこれだけ威勢のいいものですから、それに数もたくさんありますから、そういういろんな競い合いっていうものもこの郷土芸能の中ではこう生まれてくるっていうのが、やはりその地域色が出てくる一つのものかなというふうに思っております。はい、
ではあのこちらに、魚住まい青年会の小原正人会長、はい、ありがとうございました。そして大槌町虎舞協議会の菊池忠彦会長、ありがとうございました。そして演舞をご披露いただいた皆様においでいただきました。じゃあまず最初に会長お二方にお聞きしたいと思いますけれども、今お話したようにあの被害に遭ってから最初に演舞された時ですね、まあ、再開するにあたってはすごく複雑な思いがあったというふうにお聞きしてますけれども、その辺いかがだったでしょうか。じゃあまず菊池会長からお伺いしたいと思います。はい、どうも先ほど声援どうもありがとうございました。4月17日ぐらいですね、震災から1ヶ月ちょっとで活動させてもらったんですけれども、当初は避難所がまだ、ありまして、で避難所に虎舞をやろうということになってやらせていただいたんだけれども、やはり被災者がこう被災者を励ますという、まあ、同じ立場 の、のものが、同じ立場のものを励ますということで、非常に複雑な思いもあったんですけれども、あとはそのこういう時に何をやってるんだというふうな怒られちゃうんじゃないかなという思いもあったんですけれども、まあ、皆さん泣いて喜んでくださる方もいて、で、まあ、やっていいんだというそういう思いが出てきまして、でそこからいろいろ避難所を回らせてもらって、皆さんに舞を披露をしてこう勇気づける、まあ、元気づけるという思いでやらせていただきました。で、まあ、その何だろう、やはりその我々も郷土芸能やってる時っていうのは、そのトラマイをやってるっていう時は震災前に気持ちが戻れる、あとは見ていただいてる皆さんも見てる瞬間はその震災前に気持ちが戻れるんですね。でも現実はやはりがれきのだらけの状況で、でも郷土芸能に関わってる時はその震災前に戻れっていう思いが、見る方もやる方もそういう思いがあったんじゃないかなっていうふうに今思いがあります。小原会長いかがですか。いかがでしょうか。はい、先ほどはどうもありがとうございました。今すまいしてね、ありがとうございます。我々もですね、今大槌町 の菊池会長がおっしゃった通りですね、まず最初被災して、会員も、全員ですね、家を流され、家族を失いといったそういった状況でですね、本当にトラマイなんかこうやってる場合じゃないんじゃないかというふうな気持ちでおりました。しかしですね、避難所をですね、我々もですね、避難所に向けて、トラマイを踊りました。それもですね、道具もですね、釜石市内にある、交流のある団体からですね、道具等をお借りして、避難所で踊ったんですけども、やっぱその際もですね、やっぱり、こんなことをしてる場合じゃないんじゃないかって思う気持ちはあったんですけども、やっぱり踊るとですね、被災された避難所にいる方々もですね、本当に、涙を流しながらありがとう、本当に元気が出る、ありがとうっていうふうな、気持ちで見ていただいて、本当にやってよかったなっていうふうな、気持ちもありましたし、やっぱその時にですね、改めてやっぱりこの郷土芸能っていうのをなくしちゃいけないんだっていうふうな強い気持ちになりました。でその年のですね、10月にですね、日立の秋祭りの方に、ご招待されまして、そちらの方もですね、茨城県の日立市ですね、はい、茨城県の日立市の方にですね、秋祭りの方に招待されまして、それもですね、最初は当時の会長はですね、道具もないし、そういうことをやってる場合じゃないからっていうふうに断ってはいたんですけども、本当に熱烈なオファーをいただきまして、じゃあなんとかしようってことで、会員一丸となってですね、道具を揃え、一つずつ揃えまして、なんとかその日立の秋祭りで、初めて自分たちの道具が全部揃った状態で、虎舞の方を披露したんですけども、その際ですね、やっぱり会員、全員ですね、涙しながら踊ったというのが今でも覚えております。はい、
やはりあの郷土芸能という、まあ、郷土というふうに書いてある芸能ですから、それぞれの地域ごとにこのお祭りとか芸能というものが、まあ、どこにもあったわけなんです。でそういった郷土を大切にしたいとか、郷土の中で生まれ育った人たちがいろいろなこういった踊りを見せていたにもかかわらず、やはりバラバラにならざるを得ない状況というのが東日本大震災の時にありましたね。でそれはあのこの津波被害だったり、それから原発の地域、福島県でもそうですが、どうしてもこの地域に戻ってこれないとか、いつかいつになるのかわからないというようなその再建の状況という中で、この郷土芸能を、元に皆さんがもう一度集い直すというような機会になったのではないかなというふうに、私もあの各地の芸能団体を見ていて思ったところです。でトラマイの皆さんも本当に早くにですね、そういった、まあ、オファーがあったとか、いろいろ悩みながらもそのトラマイをやっていることで、自分たちがこうもう一度集落立て直せるんじゃないかというふうな気持ちになられた姿もやはり見ていて、あの郷土芸能を続けていく、まあパワーとですね、それから、その苦悩というものを、拝見させていただいておりました。でもやっぱり今ですね、あの団体ごとにこうやっていろいろこう連合を組んだりですね、それから周りの人たちと新しく前に進むために協力し合うというような姿というのは、まあ、東日本大震災があった後に、皆さんが郷土芸能をもう一度見直したことで生まれてきた活動なのかなというふうに思っております。特に、まあ、大槌町 の、 あの協議会の、もともと協議会があったんですけれども、その、まあ、4団体の助け合いというか、あのなんか支え合いというか、まあ、そういうものがあのすごく機能したなというふうに思うんですけれど、あのこう各団体でやっぱり虎の顔、ね、虎頭のお顔が違うように、多分お囃子も微妙に多分違っているんだと思うんですけれども、あの皆さんでこうやってあの演舞されるときに、そのお互いの違いなんかはどういうふうに調整されてるんですか？あのやはりあの共通演目がありますので、まあ、共通演目をこう、まあ、一つの演目ずつに区切って、各、一つの団体のお囃子でじゃあこの演目をやりましょう、じゃあ次の演目はこの団体の、お囃子でやりましょうという形で、まあ、共通演目があるということが一番、まあ、強いのかなと。感じです。なるほど。あの、宇野住まいの、小原さんに聞きたいですけど、あの本当にあのその地域が危機に瀕した時に、その郷土芸能がね、あのそもそもその、まあ、小岩さんがおっしゃったように、まあ、芸能があるから多分バラバラになってもこう集まれたと思うんですけれども、なんかその危機に陥った時に、なんかその芸能があったからこういう力がこうなんか湧いてきたなとかいうことは実感されましたか？そうですね、やはりですね、まあ、我々は道具を全部ですね、全て流されましたので、本当に全てですね、一から揃えるという状況だったんですけれども、まあ、これはまあ不謹慎な話になるんですけども、やっぱりその道具をみんなでですね協力して作ったり、まあ集めたり、買い物に行ったりとか、そういった活動がですね、当時はすごくまあ楽しいと言ったら失礼なんですけども、まあ一つのですね心の拠り所になっていたなっていうふうな気持ちはあります。なんかやはりこういった伝統芸能というかね、郷土芸能、地域にずっとあるものですから、意外に衣装をどうしてたとか、あの頭誰が作ってたのに気づかずに、もう受け取ったままを私たちはやってきたものですけれども、やはりそういった何もなくなった時に、あれは誰に頼んでたんだっけなとかですね、で何もかかってたんだっけなみたいな話がようやく出てきて、初めてなんか自分たちのその装束とか道具を考えるきっかけにもなったのかな、まあ、不謹慎かもしれなかったかもしれませんが、そういうふうなきっかけになったのかなというふうに思います。なるほど。あのじゃあ会長さん方から、あの今演舞していただいた お二人ずつですね、ご紹介していただきながら、あのちょっと、メンバーの皆さんにもお聞きしたいんですけれども、あの震災の前の活動と震災後の活動、あの、まあ、やっぱり何か変化があったかなと思うんですけれど、なんか良くなったことであったり、あるいは悪くなったりしたこともあったかな、あのなんかちょっとその辺の変化がありましたら、あのお感じになっていることをちょっと教えていただけますか？あの会長さん、メンバーをご紹介ください。うちの、 あの副会長の、中村会長です。先ほどは皆さんありがとうございました。
ですね、震災前と震災後で変わったことといえばですね、やはり震災前はですね、やっぱ先代から繋いできたものを、まあ、ただただやっていた、まあ、先ほど司会者さんも言われた通り、まあ、ドームを流され、まあ、皆さんから温かい支援をいただき、こうしてまたドームを買い揃えで、まあ、活動できること、まあ、その思いを踊りに込めて披露できるようになったかなと思います。ありがとうございます。隣はいかがですか。自己紹介お願いします。どこの方だったら大津市の山ドラマに坂本と申します。先ほどは、温かい拍手ありがとうございました。今自分と中村会長が喋ったようにですね、震災前と震災後の違いといえば、震災後は踊りにたくさんの支援をもらったことによって、今成り立っているということもあって、感謝の気持ちを、出しながら演舞させていただくようになりました。ありがとうございます。じゃあ小村会長、お隣をご紹介ください。うちの青年会の副会長の小笠原雅美です。小笠原さん、いかがでしたでしょうか。宇野住まい青年会の副会長をやらせてもらっています小笠原と申します。先ほどはありがとうございました。口下手なのであまり多くは喋りませんが、震災前と震災後かというと、震災前頑張ってはいましたが、やはり震災後の方がみんなの一から全部道具とかも揃えての絆とかも全部、そうですね、震災前以上に頑張っていますね。なのでまあ今の方が全然なるほど。もう何て言うんですか、やっぱりその虎舞でみんなが集まってる意味みたいなものも多分ね、はっきり見えてきたのかなと思います。ちょっとこちらの方がひときわお若いので別な質問をしてもよろしいでしょうか。若い世代、本当に宇野住まいの皆さん結構若い方が多かったと思うんですけど、若いあなたにとってこの虎舞のに参加していることがあなたにもたらしている何かいいこと、メリットってありますか。宇野住まい青年会、一応若手ですけども佐々木と申します。今日はありがとうございました。そうですね、虎舞、まあ、自分も、コロナとかいろいろあった時期もあったので、しばらく参加できない時期っていうのが、まあ、3年近くあったんですけども、そこからコロナが明けてきて、ようやく自分もこの虎舞にまた参加できたっていうような感じなんですけども、やっぱりそうなるとなんていうんですかね、心の拠り所じゃないですけども、まあ、今日来てるメンバーも今日来てないメンバーもいるんですけども、やっぱり家族のように感じますので、この青年会の会員の方々、先輩も後輩も、なので本当に、まあ、身近な存在でいろんな成長も感じられますし、本当に何より踊ってて楽しいっていうのが今はとても大きいので、はい、やっぱり学校とかそういうコミュニティとはやっぱ全然違いますか。そうですね、また学校とは違う、何か違った家族のような存在になります。その家族っていうね言葉、やっぱりその家族のようなこの芸能の中で、まあ、皆さんがこう家族のように接してきたことっていうのが、避難所で皆さん生活された中でも、なんかみんなでこの頑張っていこうっていう、ね、力にそのままなったんじゃないかと思うんですよ。だから芸能そのものだけじゃなくて、あのどん底からこう這い上がって生きていこうっていうためのなんかその人間の在り方みたいなものを、なんかこの芸能のやりながらなんかみんなが培っているようにも今日お話伺って感じました。
ちょっと短い時間でもっといっぱいお聞きしたいんですけれども、これにてお時間になりましたので、こちらの虎舞のトーク終了したいと思います。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。